はい、どうもこんにちは、沖縄です。今回もですね、ちょっとレジェンズの新しい情報とかいろいろまとめて喋っていこうと思うんですけど、ちょっとね、最初にまあ自慢というかね、あの僕の今回の PVB シーズンをね、見てほしいんですよね。ランキングちょっと、画面飛ばしちゃったんですけど、今回の前シーズンの、順位ですね。なんと、今回ね、初のゴッドっていうところで501位取らせていただきました。はい、バトルランク70でね、かなり、最終日追い上げすごかったんで、ちょっとね、緊迫した状態でやったんですけど、なんやかんやいい感じにいけてね、501位まで登れたっていうところで、ちょっとね、これまたゴッド隊に行くためのみたいな感じのね、動画いろいろ上げようと思いますんで、ぜひともね、皆さんチャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いいたします。はい、ちょっとね、あの自慢タイムになってしまいましたけど、非常に申し訳ないです。というわけで、新情報やっていきましょう。はい、てなわけでね、お知らせ見ていくんですけど、僕も初見なんですが、ちょっとだけね、さらっと、見させていただきましたところ、いっちゃんでかそうなのこれ、真ん中に映ってるやつですね。2月22日、28日か開催のレジェンズバトルロイヤルエクストリーム開催っていうところで、これね、内容ちょっと見たんですけど、めちゃくちゃ面白そうですね。はい、レジェンズバトルロイヤルっていうとね、もうかなり前にね、やっていたイベントなんですけど、それがね、新しくなって復刻するっていうところで、まあ内容を言うとですね、エクストリームのキャラクターのみ使えるルールで、最強を競うっていうところでね、これ、戦える回数がね、確か決まってるんですよね。で、開催時間も決まってるっていうところで、1日3回ぐらいだったかなと思います。で、このね、チケット、バトルロイヤルチケットっていうのを集めて、まあ、石やらね、なんやらといろいろ交換できるチケットなんですが、これね、勝つことによっていっぱい手に入れるっていうような目的になっています。はい、というわけで、これね、マジで面白そう。で、2月28日、から3月9日まで、このチケットが、まあ、出てきますよっていう感じでございます。で、まあ、開催期間についてはね、ここに、書いてあるんで、皆さん、ちょっと見ていくようにしていただきたいです。で、エクストリームだけで使えるっていうことで、対戦ルールはですね、まあ、ここら辺の貫突仕様で、フルブーストになっているのかなと思います。で、フラグメントは自分のが適用されるっていうことで、これマジで面白そうじゃないですか、皆さん。どうしようかな。これにちなんで最強エクストリームランキングみたいなのもね、個人的な見解で作っていけたらなとは思っていますんで、ぜひともそちらの、ご視聴もよろしくお願いいたします。久しぶりですね、本当にバトルロイヤルの、あれは。前はね、無条件、無差別級のやつだったと思うんですけど、まあね、あの、ただ、1年、もう2年前ぐらいになるんかな、最新の、レジェンズバトルロイヤルっていうのは。あの、切断してもね、あの、ノーリスクっていうような感じだったと思うんで、ちょっと今回はね、さすがにそれ改善しておいてほしいなっていうのがあるんで、そこはね、運営さんに期待でございます。というわけで、そうなんですよね。無効試合になったんかな、確か。はい。というわけで、まあ、これはめちゃくちゃ楽しみですね。で、新しいジレンのやつが出てきて、これね、また、別の動画で上げてるんですけど、ウルゴジのね、ガチャが、確か明後日ぐらいに復刻するらしいんで、あの、ジレンのガチャ、改めて言いますけど、このガチャね、引くかどうかは皆さんの、ちょっとね、パーティーとか、なんだろう、好みで、しっかりと絞るようにしていただけたらなと思います。で、ショップセール、が開催されてるっていうところで、このマンスリーみたいなやつ、の、980のお得なやつですね、とか、なんやらかんやらが、出てるっていうところで、で、なんか、ステップアップセールが、来るっていうのを聞いてたんですが、まだ来てないんかな。ということで、まあ、順次ね、そちらも出てくるかなと思いますんで、そこにもお金の管理はしておきましょう。はい。というわけで、この感謝、キャンペーンやっていきましょうか。6000万ユーザー記念っていうところで、マジですごいですよね。5点のやつが、結構前になるんかなと思うんですけど、ついに6000万、になったっていうところですごいですね。5点の全開覚醒から1000万増えているっていうことで素晴らしい伸びだと思います。でなんかすごい上目あれやけど上から目線になっちゃったけど本当にすごいことですよね。で、このジレンガチャ開催バトルロイヤルが来ますよ。これこれこれウルゴジ復刻ちゃんと書いてあるんだ。これね皆さん、ウルゴジ復刻で、2月25日から、3月2日っていう結構短い期間なんでマジでね、一管理お願いします。で、ミッション登場っていうところで合計1500、時の結晶が手に入るって書いてありますね。うんーすごいな。ミッションだけで手に入るんか。これはシーズン1からシーズン3まであるっていうことでかなりね長いイベントになりそうですね。4月6日まで続いてるっていうところで、まあ、新キャラもバシバシ出てくるんじゃないかなと思いますんで、そちらの情報もねまた改めて喋っていこうかなと思います。で、これが石とリムバエラが手に入ると。で、ログインボーナス
お、なんかチケットが手に入るっぽいですね。これは新しい次元のステップアップガチャのチケットかな。Z バー1200なんだ。ちょっとこっちのね情報も、しっかり見ていきたいなと思います、改めて。で、シーズン2、シーズン3、まあこれはログインボーナスなんで、まあそんなに数はね期待できないですけど、しっかりログインはするようにしましょう。特に週末はね、あの美味しいログインボーナスあるんで。で、キャラクター育成強化キャンペーン、まあここら辺はそんなにね、まあライト勢とか、初心者の方には優しいかなと思いますけど、まあ修行のね時間が、早くなって経験値2倍っていうのは誰でもうまいと思います。で、レジェンズリミテッドの、ベジータが全開覚醒、まあ今週は来てないみたいですね、これは。はい、というわけで、まあ来週か再来週ぐらいに来るんかなと思います。シーズンもね3つあるらしいんで、はい、てなわけでこちら、ザ・フルマイトって読むんかな、これは。ジレン登場っていうことで、これねすごいですね。なんかピックアップも、結構ねキラビジ身勝手ザマスっていう髪の清せのね感じになっていますけれども、デビルスも登場っていうことで、前半は出現の Z パワーが通常2倍、スパーキング確率が 20% のステップアップガチャっていうことで、まあ最近のね、ステップアップガチャにはありがちな素晴らしいガチャだと思います。で、紫属性、このジレンねマジで性能見たけど激ヤバなんでね、あのライバルとか、使いたい方はまあガチで引いてってもいいと思いますね。まあ、ただウルゴジとはね期間被っちゃうんでっていうところはありますけど、このジレンの単体性能としてはマジで書いてあることヤバそうだったんで、はい、まあ結構おすすめかなと思います。で、ビルスもねなんか強かったんだよね、特殊が、めちゃくちゃ本当に特殊っていう感じで、交代禁止もね1回だけつけれるみたいなんで、しっかりとね必殺に踏ん張りも、貫通できるんかな、踏ん張り復活貫通できるっていうことで、これはかなり面白そうなキャラクターにはなっていますね。で、ヨダメもまっそこそこあると。で、エクストリームトッポと、ディスモも登場するっていうことで、なんかトッポは結構書いてあること強そうだった気がするけど、はい、というわけで、ここら辺のねキャラクターが超ってなんだ登場しますよっていう話でした。はい、で、続いてメインストーリー12部ね、これなんかね激アツの展開ですよね。ちょっとあのネタバレされると嫌な方もいると思うんで、あまり喋らないですけど、かなり熱い、ね、内容になってきてると思うんで、ね、そろそろシャロットのね新たな進化っていうのも出てくるんじゃないかなとは。いつに来るんだろうね本当に。もうちょっとで、4周年っていうのもありますけど、6月ぐらいからかな。まあそのタイミングでね新しい形態も出てくるんかなっていう予想ではあります。まあここら辺もねまたちょっと新しい動画にして喋っていきたいですよね。で、ここら辺までかな。はい、というわけで、まあね新しいガチャも来てるんで、まあ週末か来週あたりにはおそらく新しいねレイドバトルとかも来ると思うんで、またねそういった情報も、順次公開し次第、まあ、動画にしていこうかなと思いますんで、ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。このポイポイコインもね、ホイポイコインもまあ今回のミッションとかでも手に入っていくんかなと思いますんで、レイドでもね出てくるかなと思うんで、皆さん最新情報はお忘れないように、見ていてほしいなと思います。はい、というわけで、まとめ情報をやっていきましたけれども、今回ね僕は初のゴッドっていうところで最後に、称号を受け取ろうと思います。マジでね素晴らしいというかね、まあ、自分の中でもかなり、今回は頑張ったシーズンだなっていう感じがあったんで、ご褒美になんかいいもん買おうかなと僕は思っています。はい、というわけで、ゴッドで合計1回シーズンを迎えました。神の領域に触れたものやった。よし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 、というわけで、とりあえずねゴッド1回取るっていうのが僕の目標ではあったんで、今回シーズンはね意思ちょっと緩めに取りに行くような形で頑張っていこうと思いますんで、今シーズンは動画の、制作っていうようにね注力していこうと思います。よろしくお願いいたします。というわけで、スクショ撮って終わろうかな。はい、てなわけで、最新情報をお届けいたしました。ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ウーゴジガチャね、来たら僕バコバコ引いていこうと思っていますんで、ぜひともお願いします。それではお疲れ様でした。